にわざわざ東京から戻ってきてくれました。もう本当にね、嬉しい限りです。皆さん本当貴重な時間手いっぱいインタビューして、ね、頭の中に焼き付けて、来年はね、ともやくんの応援をしにドームに行ってくださいね。ぜひよろしくお願いします。まず閉めてしまったと思いますが、まず始めます。ちょっと私も失礼して、はい、はい、すいません、こんにちは。はい、はい、初めてでしょ、こんな台。びっくりしましたどうやって座ったらいいかちょっと迷いましたけど私もどうやって座らせたらいいか悩んだんです、はい、実はこの上に椅子を置いちゃうとすごく高くなってしまうので、はい、正座するとちょっと私もそうなんですがきっと大変かなと思ったのと、はい、皆様の位置が少しでも、ね、同じ目線で、そして皆さんの顔が合うようにとちょっと考えました、はい、すいません、ちょっと不格好ですが許してください。大丈夫です、はい、で後ろのこの文字は蝦夷文字です。本当だすごいでしょ。うちこう実はこう落語の台なんですけどね、はい、ここの師匠やってる師匠が小生を運んでいますが、この蝦夷文字をもう皆さんに教えてるんですよ。蝦夷文字って江戸鑑定流ですけどね、でも本当にすごい字を気合を入れて書いてくれたので、このパワーを彼に、ね、して皆さんにということで貼りました。どうぞよろしくお願いいたします。今日はわざわざありがとうございます。市川智也選手は保守ですよね、はい、実はジャイアンツにいらして、はいはい、なんかそう、どうしたらいいんだろうね、皆さん、うちね、いつもこう、もう質問トーク攻めで、はい、勝手に答えていただいて、はい、まずいところはすいません、今日ちょっとライターさんもいるので、あまり載せないように、こうだけのあれですからね、それは強く言っておきますよ。大丈夫です、書いたら、やってるんで。わかりました。もう球場に二度と行けなくなると思いますよそれは言っておきます、はいはい、ということで今日はわざわざ市川智也さんが来ますと、はい、ファイターズの方からご連絡がありまして、はい、みんなちょっといろいろ楽しみにして、はい、実はオタクが結構います。はい、野球のね、はい、それでそのオタクさんがやはりその保守という部分と、はい、市川さん自体を昔からファンだという方が約何人かおりまして、はい、それでわざわざここに来てくださいました、はい、で今日は子どもたちですね、西公連といって西区の、はい、子どもたちのお集まりなんです、はい、それで野球少年ちょっとあえてここ 1,2 年呼んでたんですけども、前回までわざと呼ばずに野球をあまり、いやそうなんです、実はね、期待っていうチームがあったんですけど、わざとそのあんまり呼ばなかったんです。野球を知ってる子たちは野球を知らないんじゃなくて、野球にはそんなに興味がないの興味ないですか、ないかな、まあまあそれはおいおいと聞きたいんですが、そういう子たちが野球をどういうふうに始めて、はい、で野球人口を増やしていくために、それでちょっと今ね考えてました。はい、はい、そういうのでちょっと重大責任ですが、いやいや、何これ社会的ですすみません、はい、じゃあ質問形式いきましょうか。今日は子どもたち中心なので、はい、質問したい人、はいはい、じゃあマイクを、はい、どうぞ、はい、じゃあつけます。大谷翔平選手の165キロを取った時にすごい速かったと思うんですけど、はい、怖かったりもしなかったんですか。まあボール自体はそんなに怖くないですけど、まあ、場面が場面だったので、まあ、勝っててすごい大事な試合で、だからそういうなんかプレッシャー的な怖さはありました。はい。はい。あとは次々言ってください。大丈夫？遠慮しないで。いいですか。谷本さんと同期だ。はい、同期でしたと思うんですけど。僕ですか。はい。谷本選手と。同期。同じ年。あ、谷本さんは1個上です。あ、1個上ですか。はい、なんかいなくなっちゃったんでどうですか。まあそうですね。なんか寂しいですし、なんかトレードは、まあ、本当にびっくりしました。僕自身、はい。なんか、はい、衝撃だったです。あ、谷本さんのファンの方ですかね。全体、誰でもファンです。全体的に。はい。東京からわざわざありがとうございます。キャッチャー今年なんか微妙にちょっと減ったり増えたりしてるんですけど、はい、力星がこの人とバッテリー組んでリードしたいっていうピッチャーは何人かいたら、ちょっと特徴も挙げて教えていただけますか。見るのが、試合見るのが楽しみ。特徴ですか、そのピッチャーは。だからこういう風にリードしたいとか。それは言えないんじゃないか。言えない。それは言えない。まあでも組んでみたいというか、やっぱり勝ててないピッチャーと組んで。初勝利だったり、何年ぶりの勝利だったりとか、そういうのがすごく僕はなんかやりがいがあるし、本当ピッチャーの生活背負ってると思うんで、そういうので貢献できるっていうのはすごい嬉しいことだと思います。ありがとうございます。今すごく変化球が多くて。はい、後ろにそらせないで素晴らしいな、さすがプロだなと思っていつも見てますけれども、やはりフォークとかそういうこの投手の球はやっぱり取りにくいなとか、そういう裏事情ちょっと教えていただきたい。取りづらいピッチャーですか。はい、そうだな。だクモン投手っていうピッチャーがいるんですけど、クモン投手のまっすぐはすごく動くんですね。綺麗なまっすぐじゃなくて、すごい落ちたり伸びたり引っかかったりとかなんで、ましてや左ピッチャーなんで角度もあって、だからそういうピッチャーは取りづらいですね。はいはい。中学時代に高登っていただきましてですね、はい当初はピッチャーと内野手をやってたというね、ピッチャーではなくて、はい、そういう情報があるんですけども、でその中学時代にチーム事情で、はいキャッチャーをやることになったという話を聞いてるんですが、その辺はもし差し支えなければ、その時の自分の心境だとか、そのキャッチャーをやろうというね、よし、もう自信がついたからキャッチャーをやろうという、その辺の気持ちをむしろ聞かせていただければと思います。非常に答えづらいんですけども、僕自身本当一番やりたくなくて、キャッチャーはすごい学生の時ってすごい汚れるイメージもあるし、防具とかで暑いですごい怒られるんですよ。やっぱり監督の近くにいつもいるので、ノックの時とか何もしてないで怒られたりとか、あいつ声出てないみたいな。そういうイメージがあったんで、本当やりたくなったですね、最初は。でもこうやってね、プロ入って今もちょっときついことが多いですけど、辞めた後とかにやっぱり他のポジションよりも野球を知れるというか、知識は残るんじゃないかなっていうのはあるんで、辞めた時に良かったと思えたらなと思います。はい。その頃からやっぱり肩は地肩が強いっていう、はい、話があったんですけど、肩はやっぱり相当自信があったんですか。そうですね、投げることに関しては、その時結構自信はありましたね。はい、はい、うちのこと一番簡単な質問で、なんで野球選手になったんですか。きっかけですか。野球選手になっ野球を始めたきっかけですか。僕は本当はサッカーがやりたかったんですよ、正直で。小学校1年生になった時に親にサッカーをやりたいと、でどうしてもサッカーやりたかったんで、いろいろ話してもらって、どこでもいいんで入ろうと思ったんですけど、小学校1年生からじゃ入れないっていう。そういう感じで、サッカーできなくて、そんな時にたまたま野球なら1年生からできるからやってみないかみたいな誘いを受けて、始めました。小学校1年生なんですか。小学校1年生から。はい。どうぞ。はい。すみません。子ども会の方は私やってるんですけど、はい、本当にスポーツやってても子どもたちってやっぱり意外に野球っていうのは結構お休みの時とか活動しないんで、他のスポーツっていうのは単独で自分がやるっていうのは結構やってる子どもたちなんですよね。で結構ストレスたまるとかって子どもたちが言うので、市川選手はそういう時試合なんかでもすごい集中力すごいなと思うので、はい、そのストレスをたまった時の処理法聞きたいです。処理法ですか？はい、ストレス溜まった時の処理法というか、本当追い込まれた時は、ちょっと逃げ道を作るというか、なんか本当は思っちゃいけないんですけど、こうなんかやっぱり俺だけのせいじゃないなみたいな、やっぱりちょっと和らげる、ちょっとストレスを和らげる、はい、考え方って、はい、ためになりました。はい。正直にドラフトにかかった時に、実は心の中で行きたい球団があったら教えてください。あとまたよくキャッチャーの方って、私の昔のイメージはバッターに話しかけたりとかして、なんかこう心理作戦とかすごくしてたっていうイメージがあるんですけど、市川さんもされますか？ドラフトに関してはもう本当プロ野球選手になれればもうどこでもいいと思ってたんで、それに関してはそんなに、とにかく慣れたことが嬉しかったです。で、話しかけることですよね。あんまないですね。なんかやっぱ話しかけてるキャッチャーなんかめっちゃ嫌われてるんであんま嫌われたくない、でだし、なんかそんなになんか話しかける風習みたいなのないですね。軽くなんかちょっと喋るぐらいで、なんかずっと打席でなんかめちゃくちゃ言うってことはあんまりない、どこのチームも。その後になってきたんですね、昔と違って。ということはもう昔と違って今プロ野球全体がやっぱりそういう傾向になってるんでしょうか？キャッチャーが今ですね、バッターに話しかけるということについてはもう全体的にもうそういうことはなくなってきたという。昔がちょっとよくわかんないんで。だからみんな嫌われてるでしょ。それは僕は普通に我々も感じ取ってたんですけど、今はもうそういう風潮というのはなくなったっていうこと。そうですね、普通の会話とかはありますけど、そうやってなんかもうぼやきみたいな、なんかその鬱陶しいようなことはないですね。と思います。不思議ですよね。昔って私方は本当もうおばあちゃんの時代だからね、息子と多分同い年、息子よりちょっと若いんですけど、やっぱり子供の代のその前のことでしょ。だから昔がわからないっていうのはすごく今の言葉に表れていて、きっと全然違うんですよね。で、野球の底上げをしている年代がちょっともうみんな年齢高くなってきてるんで、そのギャップできっとみんなね、ファイターズの場合はほら新しいチームというかすごく斬新。どうですか、見て他の球団もいろいろあるでしょうけど、その中でも結構進歩的な球団ですよね。なんかそうですね、なんか本当他のやらないことをやったりとか。見てる人はちょっとどう思ってるのかちょっとわかんないですけど、大体こういう講演会だって最初作ったのはファイターズだし、そうですよね。大体こういうシステムないですもんね、こう選手をね。だからやはりそこがまず新しいファイターズなんですよ。だから身近になれるファイターズにしたのと、あとそのドロドロしない爽やかなそのテンポのいい野球っていう感じが今の時代なのかなって。私は実は私も草野球で女のチーム混合チームなんですけど、キャッチャーやってたんですごくわかります。嫌でしょうがないですよ、だからそれでも嫌でしょうがないけど、肩がいいのと野球をよく長くやってたということでキャッチャーをやってるんだけど、でもだんだんなんか知らないけどハマるよね、キャッチャーでハマってないまだ。嬉しいことも濁しました。嫌なこともいっぱいあります。そうですよね。でもそれはどこの趣味でも一緒だしね。そうだよね。パスボールなんかしたりね、させなかったりしたらね嫌だよね、あれね、本当に、はい、よくわかりますかばいました。それ逃げ道にしてね実はですね、今日わざわざ東京に来てくださってて、お子さんがもう何人かさん、ちょっと他の学校の方もいる予定だったんですが、ちょっと事情があって来れなくなったのでこんな感じです。でもきっと期待してたのと、どんなこと聞かれるかと思ってワクワクしてた。あ、僕ですか。はい、そうですね。もう、はい、いつもそれは覚悟してますよね。はい、覚悟してます。で、野球のことに関して聞かれるのは全然なんともないと思うので期待してたんだと思うんだけど、野球をやってない子供たちを前にした時どうですか、自分が例えば人生の中で、はい、お子さんいらっしゃいますよね。います。はい。お子さんに野球をやらせたいとか、そういう契約とか全然全く何も思ってない。思ってないですね。はい。自由自由にさせたい。まあ好きなことをやって、それで楽しんでくれればいいと思ってます。はい。じゃあそういうお子さんたちだと思って、何かを話しかけるとき、パパとして、父親としてどうですか。まあでも本当はあれですね。何かやりたいことを見つけるっていうのはすごい。まあ大事なことだと思うし、それに対してやっぱりね、頑張って努力していくっていうのはやっぱこれから先、まあ大人になった時とかでもまあ生きるのかなとは思います。はい。でも正直今日本人ってあまりにも小さい子たちに早くからスポーツさせたりとか、早くから勉強させたり、早くからいろんなことを決めさせてるのが多いじゃないですか。って思うんです、私はね。そうですね。うちの子ももうスイミングやってます。3歳ぐらいから。でもいいんでしょう。子供がやりたいとか、それからやりたいっていうのはどんどんいろんなことをさせるべきだし、それはいいんですよね。ただそれだったらそれを決めさせちゃうっていうのはダメで、じゃあ水泳が好きだからって水泳の選手にしちゃおうとか、そういうふうに親がやっぱり親の持ち物ではないので。でなんかいろんなことに興味を持っていろんなことに失敗しながらいろんなことをやっていってもらいたいと思う中で、今日は野球の選手に来てもらいました。でこんなふうにわざわざみんなの話に来てくれたから、本当に野球ってせっかく縁だから一人でできないでしょ野球ってね。でもね、一人でできるんだよ野球って。一番最初はボールのキャッチボールとかバットを振ることからやり始めたりすると、あ、みんな仲間集めたいなとかやりたいなとかって思い始めたりします。でも今の子なかなか広場もないしないから、ぜひ見に来て野球をドームに見に来てね、面白がってくれればいいのでね、ぜひね、上沢君ね、ドームに僕を応援に来てくださいとこうアピールしてくださいアピールだからそう。市川君が僕のキャッチャースカートのマスクを顔は見えないけどまあでも本当言ってくれれば、まあ、招待もしますし、はい、ぜひ来てください。今約束しましたよ、ね、やっぱりそういう、ね、招待してくれるから、ね、そう市川デーとして市川智也君の応援デーとして札幌西講演会ね、来てくださった選手に必ずこの応援ボードね、みんな後であげてください。それ応援ボードを作って必ず集まっていくときこう掲げます。それが出てるというのも出なくても掲げるので、はい、一応終わった後にこうちょっと手振っていくとか、もしいらっしゃったらね、はい、してくれれば嬉しいです。だってね、そうね、角村君とかね、杉谷君の時ね出してもね、杉谷こっちわざと見ないとかってね、騒い天心とか言って騒いでるんだけど、みんなね自分の子供のようにねなんか思ってる人が多いので、はい、よろしくお願いします。はい、でちょっとじゃあここでちょっとサプライズ、サプライズみたいな。市川智也さんにのサプライズが今日は実はありまして、まず読みますね。すいません。智也へ、テレビの中で智也の活躍拝見しています。大学の時は近い存在だったのに今は遠い存在、嬉しいような寂しいような複雑です、かっこ笑いと書いてあります。今では大谷の最速を取ったのが智也ということで勝手に僕の自慢です、はい、これからも体には気をつけて頑張ってください。瓜田博文、分かりますか。はい、今はね中本牧シニアのコーチをしています。これを、実はこのひろみ君のおばさんに当たる人がだよね、おばさんに当たる人がおりまして、ね、はい、自宅にファクスを送ってきたそうです、はい、で大学時代の仲のいい友達だったので、これちょっと渡してくださいってので、これお渡しします。皆様拍手で。わかりました、分かってくれてよかったです。途中でやめちゃいましたよね。はい、途中でやめちゃったんですけど、相手がやめたんですね。はい、ね、だからやっぱりそういうね、ちっちゃいから積み重ねていった友達とかあるので、ちょっといい言葉だなと思ったので渡しました。どうですか、一言言ってやってください。 YouTube にあるので、サプライズで。誰ですか？そう、売りたい。はい、売りたい。どこに向かう？こっち？そっちでもいいですよ。はい、そっちで言ってください。頑張れ。はい、今の子です。ですね。ありがとうございます。もうないですか、皆さん、どうぞ。はい、どうぞ。はい、僕。はい、どうぞ聞いて。マイク。はい、出してください。どんどん聞いて。背番号が56番なんですけど、56に決めた理由って何かありますか？決められたんです。ちょっと言いにくいんですけど、中学生の成績とかってどうだったんですか？でも成績良かったと思います、僕は。はい、今まで野球をやってた中で一番大変だったことって何ですか？一番大変だったこと、いっぱいありすぎてどれかちょっと分かんないですけどね、はい、いっぱいありました、はい、やめたいなと思ったこともいっぱいありました、はい。プレッシャーすごいね。ファイターズ来てから大変だったことですか？まあでもやっぱ来て1年目っていうのはやっぱり一番なんか自分の中で大変だったというか、まあ環境に慣れるのもそうですし、やっぱりとにかく結果を出さなくちゃいけないなとは思ってたんで、まあそういうプレッシャーとかとまあ戦いながらやってたんで、まあ1年終わって一番疲れましたね。はい。そうですね。はい。野球の世界も一緒ですもんね。ファイターズ。はい、私も関わってあれなんですけど、その中でどうですか。これからいろいろほら鎌ヶ谷にもいろんなところだけど、はい、施設的にもそうですが、札幌ドームってどう思います？札幌ドームですか。はい、まあすごいやっぱまあ室内っていうのはやりやすいですし、まあすごい広いですね。とにかく広い球場だなっていうのは感じるのと、あと本当なんかまずなんかスリーボールになって拍手が起きるじゃないですか。それにまずびっくりしましたで最初、はい、普通だったらもうやじられるんですよ。もう東京とかで試合やってたらストライク投げろよみたいな、でも逆なんでびっくりしました。ということは、ファイターズのファンどう思います？温かいと思います。一番良かったね。いや、本当になんかそうなんですよね。どのチームに対してもして、こう別にのチームに移った選手に対しても帰ってきたらね、なんか拍手したりするんで、なんかみんな野球のね勝ち負けももちろん大事なんだけど、やっぱりそういう風な温かさがある。土地柄というか、やっぱりそういうふうなとこなので、みんな仲良くやっていきたいと思うので、ぜひ今度北海道にも来てくれるように家族ごとそういうのもいいですね。まあお子様あれでしたけどね。そうですね、なかなか難しいですね。難しいです。子供たちのことがありますが、あれですか、出身は神奈川です。神奈川。はい。だからあれですね、さっきお手紙もらった横浜で、相模原、小田急相模原ではないんですけど、はい、そうですね。すいません、東京のメンバーが何言ってる。そうなんですね。わかりました。じゃあ友達はじゃあ向こうの方に多いということですね。まあそうです。でもこっちにもやっぱ大学の同級生とかもいたりとか、はいするんで。どうなんですか。ファイターズの人だとこう一緒にたむろするっていうことはないの？一緒にご飯行ったりとかですか。はい。あ、しますします。それしますよね。いやいや。実はいろいろね仲間が集まってたのはいろいろわかるんですけど、なんて言うんだろう。その中で選手同士の悩みとか話したりします？まあそうですね。まあ話したりすると思うんですけど、あんま覚えてないですね。酔っ払ってお酒好きな？お酒はまあそこそこ。まあそうですね。そういう場になれば飲みますけど。はい。自分の中で北海道のサイクルはずっと北海道に行くときはずっとホテル住まいですか？いや、寮ですね。あ、寮。はい、寮。はい。大体寮の人は多いですね。はい、東京に住んでる人は。はい。なんか私方のイメージだと、なんかね新庄だとかああいう感じしかないんで、あれだったんだけど、みんなそうですよね。はい。寮のご飯美味しい？あ、寮のご飯めちゃくちゃ美味しいです。はい。そう本当それは嬉しかったですね。はい。あまり聞けないかもしれませんがまず量がね、ご飯が美味しいってことが一番いいなと思って、やっぱり食べていくのがやっぱり基本ですもんね。はい、やっぱり痩せる方よりも、体力つける方の筋肉つく方をやっぱり重点的に食べますか？ダイエットとかそんなんじゃなくて、肉つきすぎってことはないんでしょう、野球の選手って。いや、あるんじゃないですかね。やっぱり大きくなりすぎても、まあ、故障のリスクとかも上がると思いますし、まあその人に合った体型みたいなのが僕はあると思うんですけど、はい、はい、その通りです。はい。もうそれで分かればもう全然大丈夫ですね。そうなんですよね。はい、みんな当てはまらないですけどね。そうですね。まあ本当人それぞれ、はい、違うと思うので、はい。どうですか、こっちに来てからのその自分の成績に関して、これから来年は正直きつい方ですけど32歳ですよね。はい、はい。そしたらまあ中堅になってっていうか、もうそうそう中堅かもベテランになってきますよね。はいはい、そしたらまあリードの部分を含めたり大事なところを含めてさっきおっしゃったようになかなか勝てない投手を勝たせるのが今夢と素晴らしいことをおっしゃってくれたので、それものすごいキャッチャー冥利っていうかさ、はい、私方ファンにとっても嬉しいことだよね。私方もそうだよね。なかなか打てない勝てない子たちが勝ってくれた時は嬉しいなって思うのがこれファンなので、はい、これは一緒にね本当にやっていてもらいたいし、あとはその成績も伸ばさないとなかなか出てこれないから、バッティング練習とかはどうですか？知ってます？バッティング練習しますよ。ちょっといい？みんなの言ってる目の前でちょっとこう手見せてください。あ、ちゃんとバットだこあります。いやもちろんあるんですよ。必ずね。私もまだバットだこ残ってるんですよ。それであれなんだけど本当になんて言うんでしょうね。キャッチャーってね、あれもこれもしなきゃならないんですよね、本当にね。データ多いですよね。データ調べたり、それで本当にね頭脳も使いますし体力も使うし、でも本当に大変なポジションです。で、大体嫌がるっていうのは大変だから嫌がるっていうよりも、やっぱり相手があっている責任の度合いが違うからじゃないかなと思うんですけど、そうですよね。やっぱり勝たせてあげたいと思ったりしたり。自分のちょっとそのリードになんかかかってると思うとやっぱりドキドキしますよね。まあそうですね。で言うこと聞いてくれない投手って誰？いや、あんまいないとは思いますけど、でも基本的になんかもう投げたくないボールは投げなくていいとは言ってるんで、まあはい、嫌だったら振れっていう話をしてるんで、はい。好きになってきてるんですね。なるほど。はい。はい、どうぞ。すみません。斎藤佑樹投手が好きなんですけども。はい。まだこれありますか。勝たせたい。ぜひ。かましてあげてほしい。はい、頑張ります。はい。かわいそうなんですよね。あれだけハンカチ王子ってやってる。なんか日ハムからサッとも帰っていいんじゃないかなと思って。してるぐらい期待してる。期待してるね。まあでも今すごく頑張って練習しているので、まあ来年は活躍してくれるんじゃないかと思います。よく草のないでやってる。そうですね。本当やることは一生懸命やってるんで、はい。それが結果につながればいいなと。ちなみに西川選手は今年更新したんですか？契約更新。あ、しました。はい。はい。いや、それは却下します。はい。すみません。あとないですか？はい、どうぞ。はい、すみません。いろんな方がいないと思って質問します。私やっぱりもっと市川選手に出て怪我とかしてれば別ですけど、本当にもっと出ていただきたいなと思うんですけど、若手を育てるっていうよりも仕方がありませんが、もっと出てほしいのに、ちょっと去年は若手の某選手とかがこう出る機会なんかも多くて、私が思っていたよりは市川選手の出番が少なかったと感じています。正直、もっと俺に出させろみたいな、そういう気持ちはございませんでしたか？まあ、あるんですけど、やっぱりチームでやってるんで、やっぱり自分の中で我慢しなくちゃいけないところもあるし、やっぱり、ね、チームが強くなるためにはそうやってまあ、1年こういう。まあ、犠牲って言っちゃ悪いですけど、まあ、そういう時期もやっぱこれからどんどん強く変えたっていうためには大事なんじゃないかなとは思うんで、まあ、そこはしょうがないかなとは、はい、思うようにしてます。それは全部球団っていうか監督が決めることなんですか？監督が。いや、それはちょっと分かんないですけど、まあでもやっぱ球団の意向とかもやっぱりはいあると思います。集団の人いませんから冗談ですけど、まあまあそうなんですよね。まあ私方は勝手に思うしね、自分の知ってる子は応援したいし、好きな子は応援したいし、好きなことをやりたいっていうのは人間の常ですから、でこれはね仕方ないんですけど、やっぱりみんな自分の会社だと思えば。みんなはもう勝手なこと言えないし、でもどうやって自分を出すかっていうのもいろいろ考えたら全くごめんなさいと思うんですが、はい、そうですよね。はい、ね、野球部で。で、それで自分の腕で稼いでるので、やっぱりその稼ぐためにもやっぱり考えなきゃいけないですよね。はい、まとめましたがよろしいでしょうか？はい。あと普通のはい。はい、わかりました。うちのタイマー。はい、あ、どうぞ。ほら、だんだん乗ってきたよ。はい、はい、どうぞ、はい、どうぞ、言って。いいよ、その時。選手の中で一番仲のいい人は誰ですか？仲のいい人ですか？まあ一番仲いいの誰かな。でも結構いろんな人と仲良くて、まあ、同級生同士で結構ご飯行ったりもするし、でまあやっぱジャイアンツの時一緒にやってた選手とか、まあ、今でも一緒に、ね、いろいろ話したりするし、はい。まあ、うちのチームって結構グループがないというか、本当みんな。仲いい感じなので、はい。ファイターズに移動してからジャイアンツに入ったことと戦ったことはありますか？そうです。毎年交流戦で、はい。その時どう思いますか？もう最初はなんか、ね、やりづらさとかあったけど。もうやっぱりもう4年ぐらい経ってるし、なんかもうそんな、ね、僕がやってた時と違う選手とかも出てきてるから、そんなになんか特別思うことはなくなりました。自分もスポーツやってるんですけど、こういう練習の場面とかで一番練習の場面ですか。まあでもやっぱりなんか本当やる気がある時ってみんな誰でもできると思うんですけど、やっぱ毎日やってたら、やっぱ今日はしんどいなとか、今日ちょっとあんま気持ち乗らないなとかいう時あるんですけど、まあ、そういう時にいかに頑張れるかっていうところが、まあ、他の人と差がつくのかなと思うんで、まあ、そういう時こそ頑張ってもらいたいなっていう、はい、落ち込んだ時っていうか、そのしんどいなと思ってたじゃないですか、はい、なんかこう下がりたいと思う時ありますよね。今でもあるんですけど、はい、カットしてくださいね。そういう時に、はい、まあ人との差が出る時だなと思って頑張ります、僕は。はい、わかりますか、もう時間少々ないけど、はい、どうぞ。大谷選手がメジャーに行った時、どういう気持ちになりましたか？いや、もともと行くと思ってたんで、まあ、本当純粋に、まあ、応援したいと思うし、でどれだけなんかあれぐらいやっぱすごい選手なんで、本当向こう行ったらどれだけできるのかなっていうのも楽しみで、はい、あります。はい、皆さん、時間がそろそろしてきましたけど、今日は、市川選手、本当にありがとうございます。はい、講演会ってね、ファイターズがちょっと持っている講演会グループがありまして、ちょっと特殊な会です。それで、いろんなところの会に各選手が呼ばれて、いろいろ講演してくださってて、いろんなところで聞くんですけど、なんかすごくなんかね、僕としたっていうね、上手なんかそういう気持ちが。みんなね、この頃の人方すごい饒舌なんだよ、上手なのね。でもいや下手っていう意味じゃなくて、その素朴に何も飾りなく喋ってくれる部分でちょっと私感動しましたし、わざわざ来てくださったのもそうだし、きっと外れた時に何か外れたっていうかね、こう野球選手として外れた時にとってもいいお父さんっていうか、なんかすごくいい。パパみたいすごくじゃない？自分の子供パパパパって言う人。今自分の子供に言われなかったらやばいですね。夏でしょ。そうだよね。まずいね。まあその笑いをちょっとするね。すみません。だから普通の人、本当にみんな普通の人なんですよね。だから街で会ってもわからない方たちも結構いいんですけども、わかりましたね。はいはい。ドームに行って応援するのはもとより、外に行ってもしあったら声かけて「ともやさん」とか言ってごめん、私なんかともちゃんってすぐ何でもすぐ「ちゃん」つけちゃう方なんですけど言っちゃいますが、いいですか？それでも、はい、声かけても大丈夫、はい、嫌がらないでよ。そうになりますので、ぜひ皆さんもそうやって応援してると思って声かけてください。抱きついてはダメだからね。はい、それだけはしてください。はい、今日はちょっとありがとうございました。今これから写真を撮って子供たちと終わりたいと思いますが、今日は市川智也選手、わざわざ西講演会のための交流会に来てくださいました。お子さんたち、こんなことがあるから野球見てよ。いいですか？野球も応援して、ファイターズも応援してください。ということで、では盛大な拍手で終わりたいと思います。